改札口地下鉄仙台駅との乗り換え改札口ホーム青葉通駅は宮城県仙台市青葉区中央3丁目にある東日本旅客鉄道仙石線の駅である仙台トンネルの西端に位置する同線の起点駅である当駅はもともと仙台駅の仙石線ホームとして開業する予定であり仙石線と新幹線東北本線 仙山線の乗り換えは当駅で行うことが想定されていた。構想段階では、現在の仙石線仙台駅付近に仙台東口駅を設ける案もあったが、最終的に仙石線の仙台駅を現在地に置くことが決定し、当駅は延伸区間の新駅として別の名前を付与することとなった。当駅は青葉通の地下にあるが、 駅名決定時に親しみやすさを持たせるためにひらがなとした。なお、仙台市地下鉄東西線にも、青葉通の地下に青葉通り一番町駅があるが、両駅の最も近い出口同士でも徒歩7分程度離れている。仙台駅新潟系駅間の踏切による交通渋滞問題を解消するために、1985年に着工した連続立体交差事業として、 仙石線仙台駅の地下駅として建設された。構想段階では仙台市地下鉄東西線との直通運転を視野に入れており、連続立体交差事業の補助金が降りる区間を長くするために、当駅までを国鉄区間として建設された。島式ホーム1面2線を有する地下駅である。JR の特定特市内制度における仙台市内の駅である。 JR 仙台駅とは約400メートルの距離があり、両駅及び地下鉄南北線仙台駅は仙台駅東西地下自由通路で連絡している。当駅西方にある青葉通地下道及び2015年12月開業の地下鉄東西線青葉通り、一番長駅とは地下通路による接続は図られていないが、同駅は仙石線仙台市内区間が普通となった場合の 大体輸送指定駅とされている。南町通直下に所在する、同じく東西線の仙台駅とは、直接接続されておらず、南北線ホームを経由する形となっており、階層の上下を繰り返す形になるため、ややアクセスに難がある。仙台駅が管理し、JR 東日本東北総合サービスが受託する、業務委託駅。直営駅時代は、仙台駅管理下でありながら、 駅長が配置されていた。また営業は、青葉通駅在勤の社員と、稀に、仙台駅の出冊、改札の各部署に所属する社員が担当していた。二つの改札口があるが、このうちの一つは、仙台市地下鉄南北線仙台駅と連絡する乗り換え改札口である。地下一階の直接改札口に、緑の窓口自動改札機、自動生産機、 自動券売機、多機能券売機、指定席券売機一台設置。緑の窓口に併設して、ビュープラザが併設されていたが閉店した。地下2階の乗り換え改札口は、1カ所で、一方の出場と他方の入場を同時に処理する、形式ではなく、JR、地下鉄各社局の自動改札機が、それぞれ単独で向かい合わせに配置され、 両社局の改札の間に各社局の自動券売機が設置されている。また、各社局ごとに自動生産機も設置されている。なお、アイクスカとスイカ仙台エリアの総合利用により開始された地下鉄と仙石線の連絡定期券は、当駅からの乗り継ぎの場合は、駅名が異なるという理由により取り扱っていない。かつては改札内コンコースにキオスクがあったが、 撤去されている。JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は22,745人で、ある。近年の推移は、以下の通りである。駅周辺には、都市銀行の支店などが多く立ち並ぶ。上りの、青葉通駅バス停は、当駅開業前から存在する、ものであり、2015年12月5日までは、仙台駅前降車場と称した。 電力ビル及び青葉通り、一番町方面からの仙台駅を終点とする仙台市営バスのみが停車する。下りの青葉通駅バス停は、玉谷橋、万水通り方面へ向かう仙台市営バスが停車する。ほか、東北アクセスの高速バス公社停留所としても利用されている。このほか、特別支援学校へ向かうバスの停留所も、 同地点に所在するが、同行域に関しては、仙台駅前バス停として扱われている。注車区店ありがとうございます。